よし、俺は薬を売りに行ってくる。オッケーっす。2250万。はい、お願いします。言っとくけど、ありがとうございます。手売りの方だぞ、俺は。あ、そっち。あ、千番台はもう行っちまった。あ、普通に売ってあれ大丈夫なんですか、手売りって。うん。あ、そっか、いいか。そうなんですか。いいの筋肉で売る分は大丈夫だよ。うんうん。アリス、何、飛行場近くの。いや、もう今そこら中に心なきるから、もうどこでもいいよ、もう。ではなく？うん、まあそう、飛行場近くなんだけどね。客船受注時間まで自由。うん、く。何今の？了解です。何もの？え、何？やばくない？今俺。この指名手配って捕まったらいくらだ？結構高いかもね。ぐらいじゃない。オッケー。え、プレイ、あれ入ってる？殺人未遂。市民殺人および未遂入ってます。ああ、入ってるから700万ぐらいだね。ね、いいんじゃん。客船行って捕まったら倍か？倍です。さん、これどこ向かってます？それともプラスだからいい。自分ちってたわ。ご招待してくれるか。EMC 前パトカー。伏せて怖い。これ今、モルトも何て言いました？わかんない。モルトも今なんて言った？ BMC 前にパトカー、サイレンが鳴ってる。了解、気をつけてね。今マーチクはアーチファクトの回収もできるようになっちまったか、はい、やってやりました。嬉しい、チカは本当に。ボブキャリベンジはしたいしょと。したい、うん、早番の時間がね、割とボブキャできるんだよね。なかなか早で起きてこれないので。そうだよね。そうなんですよ。君とさん、うちの家見に来るの初めてじゃないですか。あ、初めてかも。どっち？こっち？これです。あれ、この家は、え、あれあれ、見たことある？この家は、え、ちなみに中古ですね、これ。中古なんだ。え、中古です、中古。俺、この家の、ん、この家は、ん、なた、君とさん、これ何個ぐらい持っていけばいいですかね。80売れて50手売りできるから130。了解です。久しぶりにお薬。この家、はい、いちかの家だったんだね。あ、ええ、いちかの家です。あ、一回なんかこの家に配慮したことあるわ。だって配慮？警察官に追われててさ。ちょっと人の家でやめてもらえます？うん、こうやって座ってここで優雅に配慮してたわ。懐かしいな。ちなみにここ、うん、住む前、家が全体変わった時あったじゃないですか。あのタイミングで、前住んでた人がいるんですけど。う、誰だと思います？この家に前住んでた人。ちなみに、某有名カップル。某有名カップル、ええ、ヒーローだ。残念。何？
某有名カップル。あ、昔命田さん。あ、正解。おお。元命田守る亭。守るの家なのか。そうです。なるほどな。ちなみに隣は、うん、マグナムと角刈りが住んでいる。濃いな、ここね。濃くないか。こっちの家です、こっち向こうの家。あ、そっちなの。お隣さんです。マグナムと角刈りの家って、え、一緒の家ってこと？あ、らしいですよ、角刈りハウス。え、しんど。どこから？これは何だ？でかくない？マグナムと角刈りってマグナムの角刈りじゃね？鉄尾です、鉄尾。あの、一人を二つに分けたのかと思ってんの。マグナムと角刈りに。二人の角刈りハウス。そういうことか。そうです。で、今から君と三地に取りに行く？そう。了解です。君と三地に知らないかも。おい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 。有名だぞこの町は。そうなんですか。え、誰と住んでる。そうだそうだ。誰と住んでます。そうに決まってんだろ。そう、みんながみんなカップルだと思うなよ。え、でも会計だけ俺の家の鍵持ってる。なんでそこの二人で住んでるって。え、やっぱ君会定定ってこと。君会定定ってわけか。なかったじゃん、やっぱり。しまったと。ここだ。あれ、ここ、え、こ、え、ここ。あ、元モズ拠点だ。買ったんだ。鳴らしとこ、鳴らしとこ。あ、あ、行こう。ピンポンダッシュしちゃった。スタッシュしか置いてないぞ。家って言えるんですか。そうか、危ないね。危ない。大丈夫ですか。こんにちは。あ、こんにちは。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。また変わったところにヘリ置いてますね。あ、すいません、ちょっと邪魔でしたか。お前それ顔、バレるぞ、普通に。あ、うん、まあまあまあ、それだったらまあまあまあ。あ、バレない。じゃあなたまち。たまちか。あれたまちですね。顔が完全にたまちです。おかえり。あ、新しい車買いました？もう積載のやつでしょ。そう。いや、いいよね。昨日ボスが全員に買ってくれましたよ。マジ？はい。よ。ボス。自分まだです。君とす、何に使うの。もちろん自分の財産を増やすため。いや、モーズのためです。その誠意を見せてみて。誠意を見せる、無言ですね。これだけじゃ伝わりませんか。パラ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 、足元の金塊の。え、金塊。なんだこれは。君とす、見てわかりませんか。金塊ですよ。君とその金塊を売って自分で買えばいいんじゃないか。ボス、違います。これはボスへのプレゼント。なるほど。じゃあこうなる。ありがとうございます。なる。赤字かもしれない。赤字だ、赤字だ。8000万です、車体は。8000万なんだ。はい。で、私が知ってる中だと、平井のたこ焼きのおじちゃん。ああ、5パー引きしてくるんでしょ。あ、そうです、そうです。本体価格じゃなく、カスタムの方の5パー引きかな。おはよう。お、来た。来た。おはようございます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 。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ボス。積載がとんでもない車が出たらしいですね。前振り。ありがとうございます。返事がない。あれ、返事がない。ボス。何。
積載量が多い車が出たみたいですね。いいな。どうも。あれもう買いましたか。うん。4台ぐらい。あ、4台ぐらい。頑張れ。頑張れ。ありがとうございます、ボス。早速使わせていただいております。どうあれ。結構いいですね。あのランポより速くて、操作しやすいです。もうもらってるやつ。ありがとうございます。ボス、いつか今日カスタムしに行きます。よろしく、よろしく。あれ、だよといちかにまた、あれあれ、あげた、あれ、え、ん、どうした。いえ、なんでもないです。ちなみに昨日もらった人は、おはようございます、ナタルとジョバです。あー、薬関係の人だもんな。そうですね、うん、でもいちかとだよももらってるもんな。そうですね。まあ、めちかリサ戦とか行くもんね。あ、行きますね、私は。だよ、おはようございます。おはようございます。おはよう、竹森。あ、でもキャンピングカーで行ってますもんね。そうだよね、キャンピングカー本当じゃいらないじゃん。あれ、竹地、はい、積載が1000の車が出たらしいの。周りから攻める。すごいっすね。話が終わった。あれ。あれ。あれ、あ、いくらするんですか、1000の車。8000万らしい。かっけ。でもみんな買ってる感じですか。クレゾン飲んでるタイムは。なんで兄貴なら買えるんじゃないですか。こいつほんまに自分をもらってるくせに。こいつほんまに。君とさんだってボスに献上する金塊ありますもんね。うん、そう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 、うん、言っときましょうか。それは今ガソリン入れて大変だろうし。限界、限界。君とさんも買ったんですか。買ってないよ。何ですか。いや、カッコ買ってほしい。え、ボスはもう買いましたか。あ、いえいえ、特に別にあれはないんですけど。私に今言わなかった。あ、はい、いや、ボスはもうお買いになられたのかなと思いまして。別にもしょうまだ買ってない。ああ、了解です。厳しいか。え、でもみんなの…さっきあの一課から…ポストに、その、積載1000の車買ってもらったみたいな情報を…だけど、ま、もう買う予定はないですよね、特に今のところ。ああ、了解です。終わったかもしれない。キムトさん、なんか買ってほしそうじゃない。おいや、まあまあそんなわけないか。ナンバー2っすもんね、自分で買えるっすもんね。まあな、ないだもね。あと6個。はい、ちょっとこっち来てくれ。俺が薬売ったんだけどさ、うん、なんかこれなんかずっと幻覚を見てる。もうラリってやがる感じ。ここで決めちゃってるってこと。ああ、打ち前。え、同じ人って売れるんですか。でも おっさんは売ってないわ、多分俺。売れないか。9時35分になったら俺客船並びます。ありがとう。こっちの
他の方、他の方にお願いしたいです。ああダメだ、乗れ。あと飛行場が何時だっけ。アトロッコ10時10分ですね。コンビニ強盗してきます。はいどうはいどうはいどうもこんにちは。はいどうもはいどうも。いつガン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 どうもはいどうもよ、間違えた、私つい今さましいお名前でそうなったおっとっとよじゃねえ、なんだなんだそれ。危ないな危ないなあらよっとあらよっと、あと2個ですね。あと2つあと2つの涙で。え、人いない。そう、こっちのメイン通りだけなんだよ、多いの。あ、そうなの。置いておいて千番台キープするときはもうここで鬼売り。はい、お兄さん、こんにちは。はい、どうもはいどうもー。ヒスガン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 ワンワンおい、2個買ってけ。おい、頼むぜ頼むぜ、ほんとに。イリエッ、1個しかないんだ、どうぞ。よし、ありがとね。さあ、帰ろう。ありがとうございました、助かりました。いやー、いい日だ、今日は。断られてない気がする。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいい。お、曲がるかーい。これさ、水の量調整できるようになったの知ってる？知らない。見せてやるぜ。あれ、うん、あれ、変えれない。え、嘘ついて。あれ？あれ？あれ歪んでんのかな？え、ニトロなしのシフトの筋肉ですよね。あとね、しかも切り替えるたびにね、あの目線の右側にね、パフパフみたいな、うん、切り替わったよーっていうのを教えてくれるようになったんだけど、うん、これ俺が歪んでんのかな？え、それか嘘ついたってこと？そうだ、歪んでるか嘘ついたって言い方だね、今の一貫目線だ。え、でも前頭の私を持ってるからできるんだったらおもろそう。おう、ちょっとやってよ、これで渡そう。よいしょ。どうやって切り替えるんですか？ね、俺筋肉変えてんだよね。あ、その量をさ、ページアップページダウンで変えれない？ニトロに切り替えできる？はい。何もなんない音。何も音ならない。ああ、じゃあ多分あれだ、世界が多分変わったわ。嘘ついた。もうだから一か目線は世界だから嘘ついたか。うん、ああ。世界の断りか。そう。一旦そうなっちゃうか。え、水少量だとこのちょろちょろみたいな。いや、もうちょろちょろみたいな水が出てくる。ちょろちょろーって水が。痛い、痛い、逆に。ブリカスだけなのかな、あれ。え、前頭のチャレンジはしてなかったってことですか？でもね、ナタルに言って、ナタルもできて、ゲラゲラ笑ってたから。へぇー。あれ、いや、ブリカス以外の車で来た時も音鳴ってた気がするけど。多分世界が変わったんだろうな。え、まあ、それか嘘をついてるか。それいつの話ですか、それ。ね、8時ぐらい前、8時ぐらいまでの話かな。え、今日の話？そう、今日の話。今日の話？歪みですかね、じゃあ。なんか車出すときとか引っ込め、あ、そのしまうときとかにさ、パッポッ、パッポッみたいな音するじゃん。はい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 。あれの音が鳴るんだよ、絶対切り替えのタイミングで。でも、キメトさんさっき鳴ってましたもんね。あのは、これクラクションと一緒なんだよね。クラクションを押してるわけではない。これはね、俺はクラクションとニトロの切り替えの筋肉が重なってて、
これ切り替えたらね、クラクションになっちゃうの、これ。え、死にとろ切り替えでもならないですよ。そう。いや、もう鳴るようにしてんのよ、逆に。なんで切り替わったかどうかを音で判断できるように。それ、周りに知らせてません。まあ、わかんないか。うん。あの、追いかけてる側からしたら、めちゃめちゃ煽られてるみたいになる。確かに。パフ、ピュー、パフ、ピューみたいな感じだから。